特にその化学肥料に関して言うと、めちゃくちゃみんな化学っていう言葉に対しての危機感がすごいじゃないですか、うん、ものすごい画期的なテクノロジーなんで、化学肥料っていうのは、はい、これを否定するのはすごく危険で、うん、で今世界人口80億人近くいるわけでしょ、うん、で80億人の人口を養うために化学肥料を禁止するっていうのを、例えばグローバルでそれをやったとしたら、はい、60億人ぐらいが飢え死にする。なぜなら、うん、化学肥料の原料になる、まあ、アンモニアの化学合成の技術が発明されたのがちょうど20世紀初頭、120年ぐらい前ですかね、うん、それができた20世紀初頭の人口って20億人いない、うん、今80億人近くになって、これはもうほぼ空気中の窒素を固定して、うん、タンパク源として、まあ要はアミノ酸の原料として使えるようになったっていうことがめちゃくちゃ大きなことなんですけど、うん、だからこれを否定するっていうのは、まず、あ、じゃあ人口5分の1になっていいのかなっていうところにまず入るので、うん、そういうベーシックな知識がない状態で化学肥料は良くないって言っちゃう人がまあまあいるってことは結構危機的というか、うん、そうです。